で一応全部受かった。朝9時ぐらいから授業が6時半から11時半ってリハーサルここでね車が乗って練習したり。UCSD は院が無料なんですよ。知らないんだってことを短大のものですごい思い知らされて、で、あ、学習しないといけないんだってパッと分かって、うん、で短大2年間、まあ、とりあえず、まあ、好成績を収めて、UC は UCSD、UC サンタバーバル、UCLA、UC バークレー、UC デイビス5つにデイビスにもデイビスにもデイビスにも出しました。で一応全校受かったんです。全部受かった、それすごい。デイビスって農業じゃないですか。デイビスって演劇は結構いいプログラムがあるんですよ。そうなんですね、広大な農地ってイメージで、まあ、本当にあの場所的にはそうですよね、有名なものが本当に違う。でバークレーはやっぱり商業的っていうか、バークレーにしないんですね。僕だって絶対バークレーですから。バークレーは演劇はそんなに強くないんですよ。演劇が、うん、まあまあ言語学は、あ、認知言語学が一番強いのが UCBR、ね、あ、そうなんですね。あとビジネスとかも強いです、強いですね。フィロソフィーとかめっちゃ強いイメージ、はい、あーなるほど。で UCLA とサンディエゴでめっちゃ迷ってたんです。 UCLA もめちゃくちゃ、例えばマリン・モンローとかデカプリオとか確か UCLA なんですね。やっぱ LA ですかね、やっぱね。でも元々言ってたのが LABC っつってロサンゼルスだったんですよ、はい、でだから環境変えたくて、はあ、そういう理由で、うん、だって一応まあ大学としては LA とか BR の方が上ですからね。そうですね、もうランキングとしては全然そっちの方が上なんですけど、サンディエゴに行った時に僕元々そのチャールズ・ダーウィンの種の起源にめちゃくちゃ影響を受けてたから、はい、人間が環境を変えるっていう風なことが人間のガラパゴス性みたいなものを作り上げるってことを論文にしてたんですよ。序盤カットできなくした本当にそれが理由で、はい、だからまあある種僕からしたらもうガラパゴスな人間なんですよ、うん、ガラパゴス森哲先生はもういろんな諸島でいろんな環境だからこそこういう風な特殊な形態になったっていう風に思ってるんですねで僕も自分自身そうであることが進化だと思ってるし、はい、で演劇はまあ選択するっていうことが進化を促すっていうこと。ジャブジャブですか。いや、そっちの選択じゃなくてこうチューズの方ですねセレクトの方のね、はい、ノットウォッシュですよ。ノットウォッシュウォッシュじゃないってね、はい、で SD にしたで UCSD が本当にいい場所で、うん、崖の上にあるんですよね UCSD って。そう崖の上、まあまあまあそうですね、崖の上のマサトって感じで、崖の上のポニョみたいな。そう、当時ねテンテレ歌いましたけど崖の上のポニョねどこのエリアに住んでたんですか。と寮に住んでました。あ、もうなんか2年やって、うん、トランスファーですよね。トランスファーして3、4年で何年からトランスファー。3年生としてトランスファー。3年生なんで寮に行ったんですね。そうです。でもう珍しい、結構ね、あの普通に入っていくと 1,2 年寮で 3,4 年外で借りるって人結構いるんですよね、うん、でももう3年生だったんで、はい、もうあと2年間しかないんですよ。そう、うん、全部のクレジットトランスファーできてるん で、はい、でしかも1学期飛び級したんで、はいはい、1年と3分の2しかなかったんです、うんうんうん、なるほどなるほど。であと演劇系は朝9時ぐらいから授業が普通に歴史とか、はい、あとはまあ実技とかがあって、うん、で6時半から11時半ってリハーサルなんですよ。へえ、あそこですよね、ピアノとか置いてあるところの建物ですよね。そう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 。とあと本当にリージョナルシアターがくっついてるんですよ、はい、プロフェッショナルシアターがくっついてて、あ、そっか、中に住んでるから関係ないか。いや、あそこシャトルバス行きやすいなと思ってまあねシャトルでも行ってましたあ、そうなんですね、まあ、自転車買いましたよね。すごい広いんですよ、もう大学内がそのシャトルバスね、もう昼だらけ。そう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 、あので通報じゃなくて そこボケるんだ昼なんです、はい、でそれで、ね、外に住んでるキャンパスで住んでる人は、ね、そこのシャトル乗って帰るんですね、うん、そこのシャトルの一番近い建物が、あれなんて名前の建物でしたっけ。ピアノとか置いてあるから、ね、あのガブリエルじゃなくてね、近い名前ですよね。ちょっと忘れちゃいましたね。あそこに11時半ぐらいまでいなくちゃいけないわけですよ、リハーサルで、はいはい、で月から土曜日までそうなんですよ。収録でそうで、だから日曜ぐらいしか課題とか追いつく暇もないし、オンキャンパスですね、そしたらね。そうなんです、だからもう朝9時から11時半ぐらいまでもうフルでスケジューリングをやってる感じが収録で続いて、で日曜日だけまあ1日退職してたくさん食べて、あ、1日退職して辞めたんですか、職じゃなくてたくさん食べて、はい、もうほんとカレーとかめっちゃ作ってみたいな。ああ、そっか、カレーなんか売ってないですからね向こう、そうなんですよ。
そこのメキシコ料理屋が好きだった。ああ美味しかったですね。あのケイサディーヤをね、うん、いつも食べてたんですよ、うん、はいはい、僕ブリートでしたけど、ブリートとねケイサディーヤのとこ選べてね、うん、こう肉選んでとかね、そういや懐かしいな、2人でね同じ大学行ってるみたいな先輩ですから、はい、そこでね車の運転の練習したりとか、キャンパス内で海外で撮られたんですね。そうです、アメリカで撮ってます。あそうなんですね。その時の友達、その車借りてやってた友達がビットコインでスーパー金持ちになりました。うわお、信じられないぐらいのお金持ちになりました。あそうですか、信じられないぐらい、信じられないぐらいのお金持ちになりました。本当に定職もついてなかったのにビットコインで、サンディエゴにこの間まあ家買って1億何千万の家買って、うん、でいや俺はエリアを買うって言ってました。やば、そういうレベル。だからサンディエゴ住みたいから、じゃあ、うんうん、いずれ住むわそうねすごい計画ですね。そうそう、サンディエゴってしかも高いですよ。高いです。だからその家も別に1億何千万なんだけど、そこまででかい、うんうんうん、そこまでスーパーでかいってわけでもなかったけど、まあゲストルームみたいなのもついてるし、うん、なるほど、まあ改築とかするんだと思うんです、まあ、でも先生も YouTube で今もう本当に、いやいや、そんな奥なんかも稼げない、とんでもない。昨日でもジャグーズィーを買ったよとか言って、そうそう、メッセージしてました。あ、アメリカ人の友達なんですね。そうそうそう、はいはいはい、サンディエゴの人なんで、うんうんうん、いや人生何があるか分かんないな。いや、おっしゃる通り、ビットコインが本当にね、ビットコインが1ドルとかの時に買ってたんで、とんでもな、100ビットコイン持ってるだけでみたいな感じ、本当に資産がとんでもないことになってますかね、うん、やっぱ、まあ、僕はそんなことを気にする余裕もなく、はい、トランプは就任しですね大学生活を終えていくと。有志、学費もね高いですからね。高いですね。入試問題も出てましたけど、この間有志の学費が高いっていう、うん、あそうですか、はい、カリフォルニアの学費が高いっていう、いやそういうの読みますね、うん、でまあだから僕は1学期早めに卒業しないと、僕お金がなくて、誰の頃ですか、もうシュワルツェネッガー終わって、ジェリー・ブラウンとか誰がガバナーだったか、誰だったかな、マニアックなね、こういうとこが詳しいんですよ、うちのね、カンタロウが知識がね、知能がねとかってね知恵がねえってね、そんなこんなアメリカのこういうところに関しては詳しいわっていう、いや本当にもうよくご存知ですよね。日本でじゃあコミュニティカレッジ行くときトフルとか勉強したんですか。あ、日本でもうすでに取っていたアイエルスが別に高い点数じゃないんですけど、はい、6.0 が、はい、あったんで、その高校の時に。なるほど。だからそれだけで行きましたし、とかニュージーランド行ってましたもんね。そうですね。であとまあ英検準1級は取ってましたし、はいはい、ぐらいですかね。うん、まあ TOEIC とかは長くて飽きて途中で帰っちゃったりとか、そういう風な人でした帰っちゃった。だからこうエフランの話してらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、もうエフランですよ、もともとすごく。だからでも好きなことになると学習できるみたいな。なるほど、本当そういうタイプ。4年やったわけですね、うん、でまあアメリカで4年やって戻ってくることになったわけですか、それで。そうですね、だもともとはそのもう1学期いられたらアシスタントディレクターとして君を使いたいって言ってくれてた脳科学者兼演劇の監督がいたんですよ。おいおいおい。でも僕がお金がなくてもう1学期入れないから、この1学期分の授業をこっちにもう無理やり全部入れてで卒業しなくちゃいけなくなっちゃって、うんうんうん、もう普通に戻って来なくちゃいけなくて、途中の UCSD から YouTube 始めてたから、あ、YouTube もやりながら英語の講師もやって、うんうん、今はそのつてをたどって演劇の講師やってくれないとか、うん、あ、この映画について解説してくれないとか、論文書いてくれないみたいな形のことをやっているって感じですね。そんな形でやってるんですね。じゃあこれからどうやっていくんですか。まあ最終的には、まあ、今やってる演劇、英語、映画っていうものに関してはこれをまあ会社に一旦はしようっていうのが1個と、はいはいはい、あとは大学院で UCSD は院が無料なんです、演劇学部は。中心に関しては、はいはい、でしかもこうお給料ももらえるんですね、はいはいはい、ありますね、そういうね、そういう意味でそこをちょっと目指しているし、あとは UC サンタバーバラとか、はい、UCI とか、ね、そこら辺をもう一度目指し直すか。サンタバーバラはね、そう、海が綺麗で、まあまあ UCSD もそっか、綺麗、ラホヤのね、うん、綺麗なとこ、もしくは東海岸ですね。おお、東に行っちゃう、もしくはイギリスですねって感じ考えていて、でも西海岸一番暮らすんだったらもう断然西海岸いやみたいなね、はい、感じで今後の人生設計を、まあ、練っているっていう。いや、その優秀人無料だったらもう、いや行っちゃった方がいいと思うんですよ、本当に倍率はめちゃくちゃ高いんですけど、ね、入るのが大変。いや行けたら、だって YouTube 生活ってどう考えたって海外のやつ流してた方が間違いないですね。間違いなく受ける。確かにそうですね。だからそれまでは本当に、まあ、日本で映画を解説してらっしゃる方とかと、はい、つながりを増やしていって、もっちゃんとか、あ、もっちゃんさんとかぜひ伺いたいですよね、
とかあとは、まあ、あの東大生の方とか、はいはい、東大生の方いっぱいいますけど、はい、本当にいっぱいいらっしゃいますね。めちゃめちゃたくさんいる。で、まあ、といろいろと映画について考えていくときに、僕は一応演劇に関して専門なので、はい、ただ演劇を解説するってなかなかないのかなと思って、そういうところで一緒に何か協力させてもらったりとかしたら嬉しいなと思ってます。なるほど、そういった形でやっていくわけね。そうです。英語でも英語は全然できるわけですかね。一応はそうですね、あの一級を取ってます、ね、そうですね。あとオセロっていう戯曲があるんですよ、はい、シェイクスピアの。シェイクスピアです、ね、あれとかの助監督とかやってたんで、へ、だからこう黒人がね、はい、主人公のもので、はい、僕よりも年上で大学院の人たちがやってらっしゃるものに対して、うん、いやこの解釈はこの羅列を見たりとか、うん、まあ、ワードチョイスを見るとさらに差別的に言ってるから、意図としてはこうだよっていうのを、まあ、日本人としてネイティブに教えなくちゃいけないっていうのが、僕もワードチョイスを誤ると、いや、アジア人の日本で過ごしてきたやつが、何分かった気になってんだよって、言われる。なっちゃいかねないかなと。もちろんみんなしっかりと成熟してる、あの、性格ではありますけど、そういったところにアジャストするために勉強しましたから。なるほど。なるほど。じゃあまた、それで頑張っていってもらえばいいんじゃないかなと思います。はい。はい、では、マサトさんにおいでいただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。